2015年4月の22日、ついに我々の番組が始まりまして、そして、はい、それから早1年と7ヶ月ほど経ちました。そして、経ちました。ついに幕を下ろします。三つ棒放送局でございます。どうも、三つです。はい、千棒でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最終回ですって。はい。どうですか？最終回。わあ、なんか最終回の感じしないですけど。あれですか、なんか僕がちゃんともっとファンファーレを用意した方が良かったですか？いやいやいや。ブルーとか用意した方が良かったですかね。あ、もう毎月毎月やってるんで。はい。あ、なんか来月もあるのかなっていうなんか。ああ、1月、来年の1月もあるんじゃねえかと。あるんじゃねえかと。ああ。終わる終わる詐欺じゃねえかと終わる終わる詐欺じゃないかと、うん、まあ今回で20回目ということで、まあ過去19回我々はこの三つ棒放送局というね、まあ、番組というか企画をやってきたわけですけれども、うん、まああっという間でしたね、本当に本当にそんなに経ってたのかっていう、本当に第1回目の時は、はい、まあ、さっき言ったように2015年、はい、去年の4月の22だったんですけど、はい、その夜に収録をしてました、うん、実は、はい、で、まあ、第1回目だから祝杯をあげようということでお互いに、ね、酒飲んぞ飲みながらやってたんですよ、あれ実はね、懐かしいなセーナプシューとか言いながらね二人ともパソコンの画面に向かってプシューとか言いながらやってたわけですけれども、あれ私、はい、3本くらい飲んだんでしたっけあの時飲んでたんでしたっけ、ちょっと覚えてないんですけど、僕はさすがに1本にしましたけど、まあ、そもそも飲めないっていうのもありますけど、そんなに私も飲めませんよねえ、本当に、まあそんなねえ、はい、ラジオから始まりねえ、数多くの企画をやってまいりましてねえ、本当にいくつやったか覚えてないぐらい結構な数の企画をやってきてねえ、まあ中には1回しかやってなかったものとかもありますけれども、数多くの企画をやってまいりましたが、何か印象に残ってるものありますか？印象に残ってるもの、はい、そうですね、あれかな、はい、名前を忘れてしまったんですが、はい、ですが、はい、初期の頃にやってた、はい、モノマネじゃないや、なりきりですね、なりきり、なりきり、なりきり、あれ面白かったというか、はい、個人的に一番恥ずかしかったかな。あ、そうですかにゃん印象に残っとるですかにゃん出た、懐かしいですね、企画の最後お互いに入れ替わって話をしてましたね。みつさんになりきるのは難しいですよ。どうなんですかねいや、そう、はあ、そのなんつんですか、はい、その美声を真似ないですよできないですって。いや、この変態声にはなかなかなれないでしょうね、皆さんね、難しいと思いますよ。そうですね、うん、どこにでもいそうなね声してるんですけどね、女本当に。いや、僕のこそ大変でしたよ、これチーポさんになりきるのは。なかなかそうですよ、バカにすぎですよ。バカにはしてないですよ、もう。いや超リスペクトしてますからねいやもうこいつバカにしてんなって思いながら本当に、いや、そっくりだったですよ、本当に。そうですか、本当にもう、やっぱね、男なんで女性の声を出すっての結構ハードル高いですよ、うん、それはこっちもそうですよ本当に、まあね、モノマネ大会のようななりきりのコーナーがありましたけれども、ね、まああとはあれですかね、早口言葉の、まあ、早口道場っていうコーナーがあったんですけれども、はい、まあ初めて見るものが結構多かったなっていう感じはしました。早口言葉ですか？はい、知らない言葉、早口言葉があるんだなと思いましたね。
そうですね。しかも思ったより言えないっていう。そうですね、思ったより言えなかったっていう感じはしました。でやっぱり初期の頃と比べると後半の方が結構長めのやつとか意地悪なやつを持ってきてるなっていう感じはしましたね。そうですね、お互いね、最初手探り感があったんですよね。お互いのレベルがどのくらいなのかが分かんなかったんで、よく分かんない状態で説明してたんですけど、だいぶ後半の方は、そうですね、ちょっとこれじゃ物足りねえなとレベルが低いぞと思ったんでしょうね、お互い、お互いに、うん、ね、そんなコーナーもありながらで、まああとは後半の方になってくると個々でまあ企画を持ってきてやるようになってね、うん、でまあ俺はよく企画してるんであれですけど、ちーぽさんが持ってきたのは B 型のねことについてもひたすら語るという、ね、コーナーもありましたけれども、うん、どうですか B 型、相変わらずまた何か呼ばれることあるんですか？まああるっちゃありますけど気にしないですね。おお、さすがもう達観されてますね。いやだって私は私ですもん。おお、かっこいい。かっこいい。まあそうね、ね、全世界何十億人いる、ね、人類を4つの種類に分けるってのは無理な話ですよ、本当に。でまああとは結構長いスパンでやってたのがあれですかね、あの、うん、心理テストのコーナーですね、心理の館というコーナーがあったんですけども、あれは結構長くやってましたね。あれ私好きでしたね。結構やってましたよ。まあ俺が心理テストの本持ってたんで、それでお互いにいろいろやってみようということで、はい、うん、やってましたけれども、その時分かったのが、はい、みつさんより私の方が腹黒いという、はい、ああありましたね。なんかみつさんよりって言われるとなんか俺がもともと腹黒いみたいな話になってますけど、腹黒いどの辺がですか？僕はもう至ってあの健全な心を持ってると巷では有名ですからね。もう黙っちゃった。まあでも心理テスト普段からねそのやってても面白いんで楽しめましたね、純粋にあれは。ただうん、一つ難点を挙げるとすると編集がちょっと大変だったっていう、そうなんですよね。はい、話でしたね。やってて思ったのが編集は結構大変でした。全部打ち込まなきゃいけなかったんで、はい、文章が多かった。そうですね、文章多かったですし、ね、説明の部分も長ね、長ったらしいというか、なんていうかだったんで結構打ち込むのが大変でしたね。ただ面白かったなって、うん、よかったと思いますよ。あれは、うん、いろいろ、うん、まあ、あくまで心理テストですけど、はい、いろいろ分かった。そうですね、で、まあ、そういった個々の企画もそうですし、それとは別にね、皆さんからいただいたね、普通歌なんかもいろいろありまして、普通歌もよかったですね。そうですね、結構いただけましたね、うん、結構質問とかもいただいたりして、うん、懐かしいですね。で、まあ本当に最終回に近づくにつれて、その直前3回分か4回分ですかね、また個々に企画を持ってきて、うんうん、ね、いろいろ話をしてましたけれども、うん、まあ俺なんかのやつで言うと小中高の話をしようみたいな、またねお互いのねえ。いろんな思い出というか黒歴史というかいろいろ語りましたけれども、めちゃめちゃ盛り上がりましたね。本当にあれはすごかったな。そうですね、うん、てっきりなんか俺がバカみたいなネタ持ってくるだけで終わるかなと思ってたんですけど、はい、ね、なんか面白いものいっぱい持ってきましたね。これまたそうですか。でまたちーぼさんはちーぼさんでね企画持ってきていただいて、なんだっけな、自分で出しといて忘れちゃった。今その反応待ってたんですけど、いやどんな企画でしたっけ？究極の二択、うん、ありました。究極じゃない、なかったのかな、まあ、私にとって普通の二択だったっていう。
なんかその切羽詰まるような選択が来るのかなと思いきや、いや、まあそうだな、うん、ごめんなさい。わかんない、僕が勝手にそう思ってるだけなのかもしれないですけど、切羽詰まったっていうところにたく、それが難しいんですね。そうですね、まあ、そこが難しかったなと思いましたけど。で最後の最後にはあれですよね、赤面エピソードみたいな、赤面エピソード、はい、話がありまして、僕の血だらけの話もしたりしましたけど、うん、赤面、まあ、赤面、ある意味赤面でしたね、あれは、ね、本当に、まあ、あれは3つに絞ってましたけど、はい、まあ、まあ言い出せばもっとあるんですよ、うん、まあ、あるんですけど、そんなにやっぱ前に中坊さんに言われた通り、僕はあんまりは人に対して恥ずかしいとかっていう感情はあんまり持ったことがないので、恥ずかしいなって思うこともそんなないので、なんとか絞り出したあれだったんですけど、うん、最近もないですもんね。私自身は赤面することが多いのかな。そんなにねえないので。あれですか、ゲーム実況とかやってるときは別に恥ずかしくないんですか？恥ずかしい、なんか言い間違えたりとかして恥ずかしいとかも、はい、まあありますけど、はい、そんぐらいですかね。例えば実況中に噛むとか、ラジオの時に噛むとか、はい、まあ多分ミスってそのぐらいしかないと思うんですけど、別に画面が映ってるわけでも何でもないのであれですけど。そうですね、そんぐらいじゃないですか。みつさんは？いやもう、あの、僕は舞台の時に噛みまくってるんで、もう今更噛んだぐらいじゃそんなに恥ずかしさはないですかね。もうここまで来ちゃうと押し通しますし、もううまく言えなくても口が回ってなくても俺はこう言った押し通しちゃう部分があるんでねえ、今更それぐらいじゃっていう感じはするんですけど。そうか、ないですね最近、それこそ赤面するような話も最近、最近ないですか？ないですね、もともとないんで、あれですけど。実況中もないんですね。実況中ないですね、実況中なんかもう全然ないですよ、恥ずかしいとか。いや、ないですないです、そんな感じはしますけど、はい、はい、例えばデータが吹っ飛ぶとかだったら、それはもう赤面というかもうね、青い顔、はい、真っ青になる時はありますけど。恥ずかしいか、ないな、あ、ないですね。そうですね、もしかしたらでも知の感情がないのかもしれないですね。知の感情がないのかもしれないです、うん、恥ずかしいの。ちょっと私のを開けましょうか。あまり余ってるんですけど。いや、そこまでして欲しい感情ではないな。いや、ちょっと、うん、いや、でも本当に恥ずかしいんであればこういうことやんないと思うんですよね。こういうこと、だからその、例えば本気で恥ずかしくて本当に嫌だっていうことであればね、えラジオなんかもやらないでしょうし、実況なんかもねやらないんでしょうから。まあ趣味好きでやってますから、そんな恥ずかしがってたらね何もできないですからね。もじもじ、赤面ないですね、私も最近は。最近はないですか？最近は、うん、前ほどじゃないかな。そんな水着を反対に着たりとかしませんし、最近反対に着たらもうとんでもないですからね今のね。ビキニを反対で着たらどう、どういうことみたいな、どういうこと、隠れてる面積ものすごい細いですけどみたいな。隠れてねえよみたいな、あなたのプレイですかみたいな、そんな話ですけど。赤面どこじゃないですよ。赤面というかねえ、なんというかですけど。隠れるもん隠れてねみたい みたいな逆に肩甲骨だけなんか隠れてるよみたいな。
感じになってますけど、肩甲骨隠してもしょうがないだろみたいな話ですけど、背中の。確かに肩甲骨2つあるけど。ないですね。本当に。まあ、そんなね、前回も終えたわけで、今回が最終回なんですけども。まあ、結局、ね、最終回とは言ってますけど、ねえ。まあ結局あれですよね、特に企画を持ってきてないわけで、今回何をしてるのかっていうと、まあただ単にくっちゃべってるだけっていうになってると。で、振り返るも何もね、結局やってること同じなんでもうここまで来ちゃうと、てか、はい、この収録をする前に50分ぐらい喋ってますからね、はい、あ、もうぐっちゃべってますから我々いつもそうですけど、我々収録する前にずっと雑談してぐっちゃべってマイクテストしてから始めるんで、じゃあやりますかみたいな、はい、なんで話すことも語りきっちゃってるん でしかもラジオで喋ってもしょうがないようなことばっか喋ってるんでポケモンの話とかめっちゃしてましたよ ねそんなこと話してもしょうがないんでねあれですけど、まあ本当にね、最終回はこんなんでいいのかっていう感じはするんですけどね、まあ、まあまあまあたまには、たまにはって言っ もうこれが最後なんですけどね本当に、まあ、ちいぼうさん、わかんないですか、なんかあるんですか。いやー、わかんないですよ。なんか用意してくれてるみたいで、僕はもう完全にこれで終わりにする気でいるんで企画はしませんけど、ちいぼさんから何かあるんであればお願いします。お願いします。まあ、そんなこんなでね、ずっとやってきてましたけど、この三つ葉放送局でも1年半やってきて、でもうその前からね、いろいろラジオは収録はねしてて、我々ねえやってたんですけど、いろいろとそれを含めるともう 2、3年はやってないか、2年ちょっとぐらいか多分。やっぱそう考えると、はい、めっちゃ長い付き合い。そうなんですよ、長いお付き合いなんですよ。なんだかんだ言ってなんだかんだ言って長いお付き合いをね、なんだかんだしてるんで、うん、ねえ、まあちょっとこれで幕を閉じるのもね、あれかなと思うんですけど、別に我々自身がその個々の活動をやめるうんぬんかんぬんの話じゃないんであれですけど、まあ、収録したくなったら、はい、まあ、しますし、そうですね、うん、まあ、永遠にしないというわけではないのであれですけど、ただ単に20回目で区切りがいいんで、三つ葉放送局をまあ終わりにしようかっていう感じですね。結局ね、そのダラ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 やっていくのもいいと思うんですけど、そうするとキリがないのでね、100何回とかそうですね、もうそこまでいっちゃうともうこれはあと80回か、すげえな何年経ってるんだ1年半かけて、ね、やってた作品あと5回やんなきゃいけないんで、すごいですね、単純計算でもね、だいぶいきますよね、7年ぐらいかかりますね。うわ、7年、7年後か、小学生が中学生になってますね。どうすんで、今おっさんなのに、おっさんが7年後って、まあおっさんか、おっさんには変わりねえな。そうですね、おっさんが7年経とうとおっさんですよね。ねえ、まあそんなね、だら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 続けていてもという部分もありますし、個々の活動に影響が出てしまっては意味がないので全くねえ、あれなので意味がないので、本末転倒なので、まあ今回で最終回になりますけれども、うん、まあ別にね、今後全くもってコラボしないっていうわけでもないですし、うん、むしろ私から頼み込むかもしれないですよ、ミツさん、あ、本当ですか、収録したいですとか言ってお願いしますしょうがないなとか言いながらやるのかもしれないですね。やるかもしれないです。しょうがない、これ私が時間を割いて差し上げましょうみたいな感じになってるのかもしれないですけどね、うん、それは分からないですけれども、やるかも、あの別に三つ葉放送局は最終回だからといって、我々がなんか喧嘩したとかそういう話ではないのでね、仲良しですよね。そう、僕たち仲良しですから、
仲良しだろくだらねあ、もうガチで喧嘩したとかじゃなくて本当に仲良しですから、はい、あのガチで喧嘩したとかならもうそもそも最終回も収録しないですし確かにとっくの通りあのフォロー消してますから、あの登録も外してますから、あんなことしたら、ま、抹消しますからね本当にもうそんなくだらないことはしませんけど本当に。いやだってあれですもんね、最初のなんだろう理解者って言ったらおかしいんですけど、やっぱりそのなんだろう同じ趣味を持ってる初めての方だったんでね、僕の場合ですと、だからそんなくだらないことはしませんけど本当にそうですね、うん、僕は変な話そういう方あんまりいないので、同じあもちろんそのフォロワーとかだったらたくさんいらっしゃいますけど、チャンネル登録者とかであればいらっしゃいますけど、実際にこういう話をするとか一緒に何かをやるっていう実況者さんは他にはいないので、僕は同じく、まあ、なのでそういった意味ではまあいい出会いだったなっていう感じはしますけどね、いい刺激をし合える、そうですね、お互いに切磋琢磨しながら、お互いのいい部分悪い部分を見ながら来れたんじゃないかなと思います。成長し合える、はい、ありますけどね、そうだからまあいつか我々が、まあ、コラボかどうか分かりませんけど何かをあげる時もあるかもしれないので、その時はまた見ていただければと思います、別にあの密謀が解散も何も別に、ね、何か組んでなんか活動してたとかそういうわけではないので、このラジオも正直そのコラボなのであくまでね、えコラボってるので別に解散も何もないんですけど別に2人でずっと実況動画を上げてきたわけでもないですし解散も何もないんですけど、ただ単にコラボしてたものがまあまあ元に戻るというか、一つのね企画が終わるよう、だから一つのゲーム実況が終わるみたいな感覚で見ていただければですね、はい、思いますよ。私最近思うのが、はい、いやここで言っていいかわからないですけど、何ですか僕の悪口ですか、いやいや、何でしょういやどんな悪口だもんって、何でしょう、いやここで言うのもなんか恥ずかしいですけど、はい、いやなんかミスさんと、はい、なんかゲームのコラボなんかしたいなと、おっコラボっていうか、何ですか、コラボっていうか告白ですか衝撃のそうなんです告白かされたことねえや、いやあちょっと待って、ゲームを、はいはいはい、なんか最近してなくて、なんかあ一緒にってことですよね、そうなんですよ、そうですね、あのてっきりも動物の森も僕の村もゴキブリだらけになってしまってもう半年以上触れてないんですけどねやってくださいよ、えやってるんですか、俺全然やってないんですよその飛び盛りも、はい、まあ上げたりするでしょうし、マジか、何もやってないですよ、おい本当にあの海で遊んだ時以来全くもって触れてなくて今段ボールの箱の中入ってますよちょっとあのいつかウローソフトの箱の中に入れちゃってますけどちょっとあじゃあ取り出した方がいいのかなるほど、あで他にもなんかいろいろ考えられてるんですか、考えてないですけど、考えてないのか、特に考えてないですけどでもなんかやりたいなって思ったわけですよ、そうですかだからなんか考えましょうよ考えましょうよ考えましょうよそうですね、何かねゲームがあればいいんですけど、そうなんですよね、そうですね、やってないですね最近ゲームね、一緒にやってないですね、そうなんです、最近俺チーボーさんと関わりのあるものっていうとこの密貿放送局か、あとはなんだろうツイッターぐらいか、そのぐらいですね、密貿しかないんですね、そのぐらいしか、まあ、
まあ、そもそもがその関係しかないんであれですけど、うん、そのぐらいですもんね。なんかゲームしてないですね。我々ゲーム実況だと言ってるくせにラジオしかやってない。そうなんですよ。モンハンやりません？あ、別にいいですよ。さっきちょっと話を出してしまったんであれですけど、なんかちーぼさんのモンハン熱に火をつけてしまったみたいで。いや、火をつけたというか、はい、だってそもそも前のコラボの時に、はい、なんだっけ、名前を忘れてしまったけど、あいつを倒せないまま。あ、イビルジョーですか？イビルジョー。イビルジョー、はい。イビルジョー。はい。私もあれから触ってないんであれですけど。フォー、まあ、フォーか。あ、触ってないな。触ってない。フォーは触ってないな。触ってない。はい。うん、あ、全然構わないですよ。いいっすよ。まあ足を引っ張りそうですが。あ、いや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 。なんかね、何回かできたら。そうですね。いいなと。また予定とかね、合わせてやれたらいいなと思いますけど、うん、私からのお願いです。わかりました。女性からのお願いとあっちゃね、聞かないわけにはいきません、ね。うん、っていう感じで、あのいろいろコラボもね、あのたまーにやるとは思いますけれども、うん、そこでまたね、蜜蜂が復活すると思いますんで、本当に楽しみに待っていただければと思いますけど。もういろんなゲームしていきたいから。そうですね、ほとんど私から頼むかもな。うん、どんどこいです。どんどこいです。どんどこいです。本当に、あの基本あの暇なニート星人なんで大丈夫です。ニート星人、新しい星人が。はい、基本暇なんで大丈夫。そう、うん、うん、まあ私も暇っちゃ暇かな。まあなので我々の個々の活動が止まることわけではないと思いますんでね、うん、ぜひ特に俺なんかはほぼ毎日最近は上げてますんで。はい、それぐらい暇だっちゅうことですね。本当に。でも、はい、私も、ま、前より。そうですね、最近更新頻度高いですよね。更新頻度は上がっ、あれですか、まあ、美男子がかかってくるとやっぱ更新が早いってことですか。あれですか、イケメン属性が高いと更新頻度が高くなるってことですか。ちょっとやめてください。やっぱりなんかね、俺みたいなクソ男と一緒にやってるものは編集もはかどらず。ちょっと、もうそういうことじゃないですね。そういうことじゃない。そういうことではない。ちょっと語弊がある。語弊がある。はい、はい、いや僕もかつてね、可愛い女の子たちといろいろ出会いをするゲームの時は編集はかどりましたけど、うひゃーとか言いながらやってましたけど、それと同じなのかなと思いながら。気持ちが分かりましたね。何がですか？変態の気持ちがですか？いや、変態の気持ちは元から分かってますけど。はい。それもそれで問題発言だと思いますけど、まあいいや。いや、みっさんも、はい、まあ、ゲームやってた時の、はい、うん、気持ちというか、編集、うん、やってる気持ちというか、うん、まあ、楽しいなと。結局顔か。いや、違います。違います。そう、皆さん、男は顔ですよ。男は